ちょっとねファイターズには分が悪いような気がしますけどね、はい、まあ、ただやはり2試合ですからね。そうですね、0勝1敗 5.73 という防御率、ちょっと防御率はね、はい、そのやっぱ一気に点を取られてしまったということで数字は悪いですけど、はい、ただやっぱりシーズンここまで5敗しかしてない、貯金が11あるわけですからですよね、まあ、このあたりはやっぱりもう球界を代表するピッチャーですよね、はい、さあ先頭のバッターの陽大館、初球を打って右方向です、ライト田村、しかしファールかフェアか、ファール、いや意外と伸びたですね、伸びましたね、はい、6時1分に試合が始まりました。今日のゲームです。陽大館が初球を外ストレートでしたよね、しっかり捉えてますからね、はい、右方向に打ちましたが、これわずかに、まあ距離は十分いってますよね、ちょっとやっぱ切れてた分あれですけどね、はい、まあ先頭バッターの陽大館、最近当たっております陽大館なんですが、少しヒヤッとするような初球のバッティングでした。28日29日、この、2日間の西武戦、直前の西武戦で、3打数の1安打4打数の2安打ということで、現在審判4人が集まりまして、今の判定をどうですか、ビデオ判定ということになりそうですか。そうですね、栗山監督からちょっとそのファールか、アピールがありましたね、というものをやっぱり審判団への問いかけがありましたね、はい、ですからこれで審判団がどういうふうな形で、まあ、確かに際どい打球ではありました。今日の主審が丹波さん、そして柿園さん、飯塚さん、杉永さん、この4子審判なんですが、ご覧の打球で、さあポールの内か外か、ちょっと分かりませんが、どうですかね。画像を見る限りではボールが常時くっきりと見えてますからね、はい、そうなるとちょっとファールという形になるかもしれませんね、はい、でこれはすんなり打席に立ちますんで、ビデオ判定なしです。初球はファールボール、陽大館マウンド上の摂津、まあこの陽大館のバッティングというのは積極性、その積極性が持ち味です。